水野博則、水野博則、水野博則、明治8年、1875年5月24日、昭和20年、1945年10月18日は、日本海軍の軍人、軍事評論家。最終階級は、海軍大佐。父は、旧松山藩のお方の水野光幸で抜死。愛媛県松山市に生まれる。幼少に両親を失い、 おじに育てられる。おじの妻は、秋山義古、正幸兄弟の親戚。松山中学校を経て、日清戦争後の明治三十一年、1898年に、江田島の海軍兵学校を卒業二十六期。同期の野村義三郎、小林星三とは、生涯の親友となる。義和団の乱では、陸戦対象隊長として、 上海の警備を担当する。明治36年、1903年、海軍隊員となる。日露戦争では、第41号水雷艇長として、明治37年、1904年の旅順口、閉塞作戦や公海海戦、翌年の日本海海戦に従軍。日露戦争中に書いた、閉塞隊の記録が全国紙に掲載されたことにより、明治39年、 1906年、軍令部選手編纂部に出資を命ぜられ、東京で、明治378年海選手の編纂に従事し、公開海,海戦、日本海海戦部分などを担当。明治44年、1911年、この一戦を、博文館から観光。編纂作業終了後は、舞鶴水雷団、佐世保海軍交渉副関係検査官、海軍省文庫士官、出雲、 非前の核副長などを歴任した。第一次世界大戦では二度にわたり、欧米諸国を指費で視察、戦時下である一度目の視察の後に、大正六年、1917年に、東京朝日新聞に、連載の気稿文、バタの匂いでは、空襲を受ければ、東京が灰になる可能性を早くも指摘。戦後の二度目の際には、兵士同士の戦いから、国家総力戦となり、 民間人である女性子供老人たちの死体の山を目の当たりにし、帰国後、海軍大臣、加藤智三郎に、日本はいかにして戦争に勝つよりもいかにして戦争を削くべきかを考えることが禁用ですと報告。加藤は後に、ワシントン軍縮会議に日本側全権として出席、軍縮条約を締結。戦争を防ぎ、戦争を削るとは、 各国民の領地と有段とによる軍備の撤廃ある、のみであるとして、軍国主義者から一転して、平和主義者に転じ反戦、平和論を説いた。大正十年、1921年に、東京日日新聞に連載した、軍人心理で軍人にも賛成権、選挙権を与えよと書いたことが、海軍刑法に触れ禁止処分を受ける。禁止最終日に、加藤智三郎の意を受けて、 野村義三郎が海軍残留を促すが、職業と思想の乖離への葛藤や、軍に所属しているままでは思うように執筆できないことなどから退役し、評論家としての道を進む。ワシントン会議前後より、中央公論などの大手総合雑誌を中心として、八木早に平和論、軍縮論を発表。大正12年、1923年、軍部が新国防方針。 米国を仮想敵国としたものを創上、それをスクープした新聞記事をもとに日米戦争を分析し、日本の敗北を断言した新国防方針の解剖を発表。アメリカのメディアにも注目される。昭和5年1930年日米戦の未来戦記、海と空を観光。空襲を受ける東京を逃げ枠府百万の残留市民不死夫婦乱離。 根高悲鳴の声、あとはただ灰の町小土の町市街の町と描写した。昭和六年、1931年、関東軍が満州を制圧し、傀儡政権満州国を建国、政府、軍部のみならず130社以上の新聞社が歓迎の共同宣言した翌年、海と空を膨らませた、打開か破滅か、攻防のこの戦を発刊。日本の満州国商人は、 国際連盟を驚愕せしめ、米国を憤慨せしめ、中国をもんせしめた党、満州問題を論じた部分によって発売禁止となる。昭和16年、1941年2月26日、情報局が大手総合雑誌に配布した執筆禁止者リストに載る。また、昭和20年、1945年、米軍機より大正14年、 1925年4月号の中央公論に執筆した米国軍と日本の一部を引用した伝誕ビラが全国に巻かれた。同年、長閉則を発症し、10月18日に今治市内の病院で死去した。なお、昭和14年、1939年12月30日の日記に反逆自治期を100年の後に待ちつ、の句がある。 古典的研究としては、戦後直後に水野の伝記を表した松下義雄、日本における国際平和主義の伝統を水野に見出し、東水圏の独立を否定し、アジア太平洋戦争の帰結をいち早く予言した人物として苦評化する家永三郎の研究が代表的である。また、1980年代に入ると、郷土の偉人として再発掘され、 地方史の分野で再評価が進んだ。1990年代から2000年代に入ると、阿わ健太郎、前坂俊之を中心に編纂された、水野博則著作集刊行に前後して、宮本森太郎、関静夫、福島良一らによって、水野の平和主義者への転身過程を中心とした実証的な研究が進展した。宮本は水野の 平和主義者転身は、それほど劇的なものではないとして、転身前と後の連続性を指摘し、水野の平和論を、日本国憲法の源流の一つとして評価する。関は、ワシントン会議前後の言説分析から、国際秩序維持の制度的保障を求めつつ、戦争の危険と軍備負担をこれ以上増大させない、むしろなるべく軽減する方策を模索する。 相対的軍備拡張的制限論者と定義した。福島は水野が国防力イコール国力の寛容こそが最優先課題と認識し、国民生活の向上実現という実利的判断を通じて軍縮への国民的支持を調達しようとしたこと。そのために軍備を軍人の戦団から国民の手に解放することを目的とした民本主義に基づく、 国民の意思を政治に反映させるための不戦争講論と政党内閣制支持の構造を明らかにした。近年ではそれまでの研究が水野を平和主義者とアップルよりに規定した上で平和主義転身過程前後に分析を集中していたことに対し水野の平和主義の限界を捉えようとする研究が現始めている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。